アレクサンダー・フォン・ゼムリンスキー、アレクサンダー・フォン・ゼムリンスキー、アレクサンダー・ゼムリンスキー、1871年10月14日から1942年3月15日は、オーストリアの作曲家、指揮者、音楽教師、ウィンにて多文化的な家庭環境に生まれる。父方の祖父アントン・ゼムリンスキーは、バルカン半島のボイボリナ出身のアシケナジム系、ユダヤ人で、 ハンガリーからオーストリアに移住し、同じくユダヤ系オーストリア人の女性と結婚した。ゼムリンスキー夫妻はいずれもローマカトリック信者であった。そのため、ゼムリンスキーの父アドルフはカトリック教徒として洗礼を受けている。ゼムリンスキーの母、クララセモはサラエボ、現、ボスニアヘルツェゴビナ出身で、セファルディ系ユダヤ人の父親と、 ボスニア出身のムスリムの母親との婚結であった。ゼムリンスキーは、両親がユダヤ教に改修したため、ユダヤ人として養育された。また父親は、祖先に受釈されたものがないにもかかわらず、生の前に前置し、本を添えるようになり、またゼムリンスキーではなくゼムリンスキーと綴るようになった。少年時代からピアノを始めて、 休日にはシナゴーグでオルガンを弾くようになり、1884年にはウィーン音楽院にも入学した。ピアノをカール・セルニー・モンカノに指示し、1890年にピアノ科で表彰される。その後間もなくロベルト・フックスに作曲を指示し、作品を書き始める。チェムリンスキーはヨハネス・ブラームスの有力な後押しに恵まれた。 クラリネット30奏曲に単調作品3、1896年を出版するよう、ジムロック社に推薦してくれたのも、ブラウムスだった。1895年に、セムリンスキーが結成したアマチュアオーケストラ、ポリヒュムニアにおいて、チェリストとして入団したシェーンベルクと出会う。二人は、親しい友人となっただけでなく、後に、シェーンベルクが、 セムリンスキーの妹マティルデと結婚したことから義理の兄弟となった。セムリンスキーはシェーンベルクに大砲の指導を行っているが、これは結局シェーンベルクが受けた唯一の公式な音楽教育となった。セムリンスキーの門弟は他にアルマ・マーラーやカール・バイグル、エイリヒ・ボルフ・ガング・コルン・ゴルトラがいる。1897年にヘンド町の公共曲がウィーンで初演され、 成功を収めた。1899年には、ウィーン・カール劇場の学長に就任。1900年に、グスタフ・マーラーが、ウィーン宮廷歌劇場に手加劇、昔ある時の初演を指揮すると、作曲家としての名声は、さらに高まった。アルマ・シントラーと出会って、作曲の指導をするうち、ゼムリンスキーは、恋に落ちる。当初アルマは、 セムリンスキーと互いに感情を分かち合っていた。だが、友人や肉親から、その関係を打ち切るように強い圧力を受けてもいたので、ある。セムリンスキーは、国際的な知名度がないことや、容姿の醜さばかりが目についたからだった。アルマ自身も、セムリンスキーが不細工だと思うと口走っている。どうやらこの言葉が、中世にわたって、セムリンスキーに影響を及ぼしたらしい。 結局、アルマ・シントラーは、チェムリンスキーと別れて、ほどなく1902年にマーラーと結婚することになる。チェムリンスキー本人は、1907年に、イーダ・グッドマンと結婚したが、幸せな結婚生活ではなかった。1929年に、イーダ夫人が他界すると、1914年から、生学の弟子だった、29歳年下の、ルイーゼ・ザクセルと結婚した。 今度の結婚生活は、前より幸福で、作曲家の死まで続いた。1906年にチェムリンスキーは、新設された、ウィーン・フォルクス・オーパーの初代主席指揮者に任命される。1911年から1927年まで、プラハドイツ国立劇場、プラハ国立歌劇場の前身の指揮に転身し、1924年に、シェーンベルクの一幕オペラ、期待を初演した。 その後ベルリンに移り、教弁を取る傍ら、オットー・クレンペラーが監督を務めていたで指揮者を務めた。ナチス・ドイツが台頭するのに伴い、1933年にウィンに逃れるが、公職につかずに作曲に専念し、たまに客演指揮者として出演することもあった。1938年にアメリカ合衆国に亡命し、ニューヨークシティに定住する。シェーンベルクが、 ロサンゼルスで名手としてもてはやされ、1930年代と1940年代を通じてカリフォルニア大学ロサンゼルス校や南カリフォルニア大学の教団に立ち、更新の指示を得たのに対して、セムリンスキーは見知らぬ土地で無視され、無名も同然であった。英語がわからず、病気がちで一連の脳卒中に悩まされ、このため作曲をほとんど続けられなかった。 1942年にニューヨーク州ウエストチェスター郡において廃炎のために制した。わずかに残されたアメリカ時代の作品の中にはアルロバーツ名義で作曲した3曲の英語歌曲などがある。ェムリンスキーの遺界は1985年になってウィーン中央墓地に埋葬された。生前においては卓越した指揮者として聖望があり、とりわけ モーツァルトのオペラの上演によって、バイルやストラビンスキーから評価されただけでなく、同時代の音楽の指揮にも尽力した。ピアニストとしての力量を証明するような録音を残してはいないものの、指揮者としていくつかの還元楽曲を録音している。ツムリンスキーの最も有名な作品は、おそらく、序ョ,ジョ公共交響曲1923年である。ソプラノとバリトンの独唱者が、 ベンガルの詩人タゴールによる詩のドイツ語訳を6つの楽章にわたって歌う。この作品をゼムリンスキー自身が出版社への書簡の中でマーラーの大地の歌と比較している。この作品はアルバンベルクの叙ジ情ョジョ組曲に影響した。この作品はゼムリンスキーに検定され、曲中で叙ジ情ョジョ公共曲が引用されている。三楽章のシンホニエッ 1934年は、年少のヒンデミットやバイル、ショスタコービチらにも非すべきモダンで、シニカルな要素が散りばめられており、シェーンベルクにも評価された。1905年1月25日に、シェーンベルクのペレアスとメリザンドと並んで、ウィーンで初演された公共誌、人魚姫は、ブラームス派から離れて、シンドイス学派に急接近した時期の初産である。 四つ目の学章を付け加えて、市の公共局として発展させる計画もあったようだが、それは果たされずに終わった。チェムリンスキーの没後に送付が散逸したが、後に第一学章がウィーンに、第二学章以下が、米国議会図書館に保管されていることが判明し、1980年代より、ペーター・ギルケ式による復活上演を切りに、リッカルド・シャイーやゾルターン・ペシコー、 ジェームズ・コンロンらの指揮者が相次いで CD に録音を行うようになった。チェムリンスキーのその他の作品として、オスカー・ワイルド原作の二つの歌劇、フィレンツェの悲劇、1915から16年と、王女の誕生日、コビト・ホフマン・スタールの台本による、バレエ音楽、ガラスの心臓、字の勝利、1901年がある。ブラームスの影響は、 初期作品に認められるが、後の作品では、ワーグナによって用いられ、リヒャルト・シュトラウスやマーラーにも影響された、ある種の拡張された、火星法を援用している。友人であるシェーンベルクとは、対照的に、ゼムリンスキーは決して無調音楽を作曲せず、十二音技法も用いなかった。ただし、未完に終わった最後の歌劇、カンダウレスをアントニー・ボーモントにより保筆は、 表現主義的な傾向も見受けられる。その一方、近代フランス音楽の影響により、1910年代から先方性、1920年代から多調性、副先方性を導入しており、晩年に向かうにつれて、調整感の希薄な傾向が顕著となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。